いや最後は劇的な開幕戦勝利ということになりました。さあそれでは今日のゲームハイライトで振り返っていきましょう。今日は両軍ともに開幕戦初登板というマッチアップでした。まずは上沢、その立ち上がりなんですが、ワンアウトから内野安打と、あとはエラーなども重んで、そしてフォアボールも出て、ワンアウト満塁で5番ルーキーの頓宮との勝負になります。その頓宮、フォークボールをうまくライト前へと挟んで、これが、プロ初ヒットが開幕戦の先制点となるタイムリーヒット。2点目もリプレイ検証の結果認められました。これが2点タイムリーヒットとなります。バファローズが2点を先制すると、ファイターズは山岡の前に苦しみます。ツーアウトから7番の石井も最後は三振、三者凡退に2回は終わります。3回の裏、ファイターズワンアウトから9番の中島、これがレフト吉田正尚の頭を越していくレフトオーバーのツーベースヒットになります。これがチーム初ヒットとなります。さらにその後西川はフォアボールを選んで、近藤が、1点差とするタイムリーヒット、これで2対1とファイターズ1点差に詰めます。まあ、これも西村監督から、リプレイ検証、いわゆるチャレンジリクエストは行われるんですが、生還認められました。で4回の表、バファローズはワンアウト1塁3塁とチャンス作って、2番の西浦、これが2年目の西浦にとってはプロ初打点となるタイムリーヒット。上沢としては1点差に追い上げてもらった直後のまたで失点でした。7回から継投に入って玉井、その玉井がランナー1塁と許すんですが、先頭バッターフォアボールの後4番の吉田は三振に打ち取りまして三振ゲッツイ、さらに5番の頓宮を三振に切りまして打者3人で攻撃を終わらせました玉井。8回の裏、ファイターズはワンアウトランナー1塁から1番の浅間が今日は1番サードで抜擢されまして4打席目で今日初ヒットを放ちます。それでチャンスを作って、そしてツーアウト2塁3塁とチャンス広がった後タイムリーヒットを打っている近藤がここも同点とするタイムリーヒット、2点タイムリーヒットを放って3対3、8回の裏ファイターズが同点に追いつきます。大きなガッツポーズ、今日は近藤が早いカウントから攻めていった、そんな印象でした。で延長戦に入って10回の裏、9番の中島がこの回先頭でツーベースヒット、今日2本目の長打を放った中島でした。その中島が、セカンドにいて、そして浅間がサードに送った後西村監督が出てきて、まさかの2者連続申告敬遠でワンアウト満塁で4番中田翔との勝負を選択しました。そこで4番の市が炸裂、ワンアウト満塁からさよなら満塁弾を放った中田翔、延長10回の裏に4番のバットで勝負を決めました。ファイナルスコア7対3、序盤は山岡のピッチングに苦しんだファイターズでしたが見事追いついて、そして最後は4番の一発で勝負を決めました。ファイターズが開幕戦をものにしています。いやー、まあ見事な勝利でした。近藤さん、はい、どうぞ。バファローズ西村監督の試合後のコメント。